ジョン・アロイシアス・マキーオンは、アメリカ合衆国、ニュージャージー州ミドルセックス郡、サウスアンボイ出身の元プロ野球選手、監督。ニックネームは、GM 時代に、積極的に、トレードを観光していたことから、トレーダー・ジャック。名前については、ジャック・マッキーンと表記されることもある。1949年に保守として、ピッツバーグ・パイレーツと契約。 平役に就いた1951年を除き、10年間、マイナーリーグでプレー。1955年からは、選手兼任監督として、マイナーリーグの監督に就任。マイナーリーグの監督を17シーズン務めた。その間に1965年から1967年にかけて、ミネソタツインズのスカウトを務めた。 1973年から1975年にかけてカンザスシティロイヤルズ。1977年と1978年はオークランドアスレチックス。1988年から1990年はサンディエゴパドレス。1997年から2000年はシンシュナティレッツ。2003年から2005年はフロリダ・マーリンズでメジャーの監督を務めた。 1980年から1990年は、パドレスのゼネラルマネージャーを務めた。最優秀監督賞に1999年と2003年の2回、選出された。2003年は5月11日にジェフ・トー・ボーグに代わり、マーリンズの監督に就任。就任時マーリンズは16勝22敗だったが、就任後は75勝49敗を記録し、 アトランタブレイブスの77勝49敗に、ついてメジャー2位の勝率を記録。チームはワイルドカードでポストシーズンへ進出し、ニューヨークヤンキースを破り1997年、以来6年ぶりのワールドチャンピオンとなった。2005年10月2日に退任を発表。退任時、74歳のマキーオンは、コニー・マック、ケイシー・ステンゲルに次いで、 メジャー史上3番目の高齢監督だった。2011年6月19日、マーリンズはエドウィン・ロドリゲス監督の解任に伴って、マキーオンを監督代行にすることを発表し、6年ぶりに現場に復帰。同年シーズン終了までこれを務めた。80歳での監督は前述のマックに次ぐ、史上2番目の最高齢となった。ありがとうございます。